山本由伸投手、過去最高のピッチングで2勝目。平、グラスノー投手も絶賛。僕は知ってるんだ。山本由伸投手は今日メジャー6度目の登板で、6回97球、4安打、7奪三振、1フォアボール、0失点という完璧なピッチングを披露し、ドジャースは今日の試合接戦を制し勝利、2勝目を獲得しました。今日の試合後、山本由伸投手は、今日の制球の自己評価、コントロールの部分はすごく気をつけて、変化球もストライクゾーンに投げられていたので、ストレートもその分いいコースを狙ってピッチングできました。とにかく落ち着いてピッチングできたかなと思います。ドジャースに来てからベストな先発だったか。そうですね。ここまでの中では一番自分らしいピッチングだったかなとは思います。開幕から約1ヶ月、日米打者の違いで感じること。やっぱりスイングがすごく強いなと思いますし、日本の打者は当てるのがうまいというか、タイプがもちろん違うなとは感じますし、良い打者もたくさんいるのでまた練習して次の登板に備えていきたいです。と語りました。この動画では、山本由伸投手の最新の成績、監督、同僚からの評価、同じ代理人が担当しているイケメン王子ことタイラー・グラスノー投手の山本由伸投手への絶賛の声、ドジャースの最新成績を紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。忘れずに、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。山本由伸投手の最新の成績、ドジャースの凄さといえば、やはり打者陣。特に凄まじいのが上位打線。1番から4番が打率3割超。さらにオプスは非常に良いと評価される 0.833 以上と凄まじいことになっています。なお、チーム打率とオプスはメジャー2位、リーグ2位。1位はナ・リーグ統治区1位。今季勝率7割3分9厘とメジャー全30球団1と圧倒的な強さを見せているアトランタ・ブレーブスです。一方、ドジャースの投手陣のチーム防御率は 3.81 でメジャー全30球団中11位。ナ・リーグ全15球団中5位とまずまずの位置しています。最新のドジャース先発投手陣の各成績はこのようになっています。用語の説明を簡単にしておくと、 QS クオリティスタート、先発投手が6イニング以上を投げかつ3自責点以内に抑えた時に記録されるもので、先発としての評価に重要な項目。 WIP 1投球回あたり何人の走者を出したかを表す数値で、先発投手であれば 1.00 未満なら球界を代表するエースとされ、 1.20 未満ならエース級、逆に 1.40 を上回ると問題であると評価。奪三振率、1試合平均9イニング平均の奪三振数 7.5 を超えると高いと評価され、9、つまり1イニングに1つは三振を取るを超えると奪三振投手と評価。こうしてみると、 WIP 1.00 を切っているイケメン王子ことグラスノー投手の成績の素晴らしさが際立ちますが、山本由伸投手は悪夢といえるメジャーデビュー戦の影響が大きく、防御率は悪く見えますが、最新成績はこのように、今日の試合で防御率を 4.50 から 3.45 に大幅に改善させていますし、 WIP は 1.07 とエース級、もう少しで球界を代表する投手というレベルになりました。なお、山本由伸投手の防御率はリーグ21位、奪三振数はリーグ5位、 WIP はリーグ14位。また投手の制球力を示す指標 KBB は 6.17 でリーグ3位、 3.5 を超えると優秀評価と、これまで山本由伸投手の本調子ではなかったと思いますし、年俸からの期待が高すぎたせいもありますが、最低限の仕事はできていると評価できるのではないでしょうか。そして先発としてしっかりゲームを作る QS を今日は積み重ねましたし、ドジャース先発投手陣の一角として存在感を見せていると言えるでしょう。参考までに、悪夢といえるメジャーデビュー戦ソウルシリーズの成績を無視すると、2勝0敗、防御率 2.00、 WIP 0.93、 奪三振率 11.67、 KBB 7.00 と WIP 1.00 は切り、球界を代表するエースといえる成績なのです。鳴り物入りで入団で、それ相応の活躍が求められることは間違いありません。山本由伸投手が求められる1年目の成績は、ドジャースで活躍した過去の日本人の先発投手の成績、野茂英雄投手が13勝28試合、石井和久投手が14勝28試合、前田健太投手が16勝32試合から、山本由伸投手の契約額を考慮すると、それと同等あるいはそれ以上が求められるとすれば、登板数は必然的に30試合前後、12から13勝が最低ラインとするべき者の声が多いようです。
異国の新しい環境で適応すべきことは山ほどあります。野球のパフォーマンス以外でも適応した上で162試合の長丁場、さらにポストシーズンを戦っていく体力をどう養うか。山本由伸投手もプレッシャーがすごい中大変だと思いますが、山本由伸投手なら期待に応えることができるはずです。まだ先は長いメジャー生活、日本の時のような無双する山本由伸投手の活躍が楽しみです。監督、同僚からの評価。今日メジャー初勝利を挙げた試合以来、3試合ぶりにバッテリーを組んだのは控えのバーンズ捕手。光ったのは随所で山本由伸投手の制球力をより際立たせるキャッチング、フレーミングでしょう。卓越したフレーミングに定評があるバーンズ捕手は2015年からドジャースでプレー。ダルビッシュ有投手や前田健太投手の球も受けてきたことで聞いたことがあるファンも多いかもしれません。山本由伸投手は正捕手スミス選手との違いについて尋ねられると、バーンズもスミスもどちらもたくさんコミュニケーションを取ってもらえて、前回の登板の後にもスミスが配球の面とかでアドバイスをたくさんくれましたし、それを今日のピッチングにも活かせました。どちらの捕手とも組むことがあるので、いいことをたくさん学びながらピッチングできてると思いますと両捕手に感謝の言葉を述べました。試合後バーンズ捕手は、おそらくこれまでで最高の内容だと思う。全ての球をうまく投げられていた。打者のバランスを崩せていたね。全体的に安定感があった。ストレートもすごく良かったし、カーブもそうだ。スプリットも決まっていたね。と山本由伸投手を高く評価していました。そしてデーブ・ロバーツ監督は、直球を効果的に使い、制球も良かった。ストライクを先行させることが多かったし、三振も織り交ぜていた。長い回を投げてくれたし、変化球、特にカーブは良かった。スプリットもだね。全体的に見て、ここまでで最高の登板だったんじゃないかと思う、と絶賛。また、5回顔面付近にライナーが飛びヒヤリとしながら候補する場面について、心配しかけ寄ったロバーツ監督へ山本由伸投手が語った言葉を明かし、彼は、もう少しで死ぬところだった、と言っていた。その発言は、とても面白いと思ったよ。登板中に冗談を言えるのはいいことだと思う。いいリセットができたんじゃないかな、といたずらっぽく笑い、続けて、とても驚いた。反応力が求められるプレーだ。彼は素晴らしい守備力の持ち主だ。キャッチできたことは大変良かったと思う、と改めて称賛しました。同じ代理人が担当しているイケメン王子ことタイラー・グラスノー投手の山本由伸投手への絶賛の声。ドジャースに山本由伸投手、タイラー・グラスノー投手が入団が決まった後、年明けの1月、米メディアジョムボーイメディアのポッドキャスト番組クリス・ローズ・ローテーションに出演したグラスノー投手は、山本由伸投手と同じジョエル・ウルフ氏を代理人に持つわけですが、詮索はしたくなかったけどとしつつ代理人に状況を確認していたそうで、彼はとてもニューヨークに行きたがっていると聞いていた。悔しいな、でも来てくれたらいいのにな、と思っていた。代理人が一緒だしね。代理人にどうなると思う？と聞いたら、さあね、でも実現する可能性はある、もしかしたらね、と言っていたよ、と当時の状況を振り返り、山本由伸投手の加入が決まった時のことを、素晴らしかった、実現すると思ってなかったんだ、と語り、彼に会うのが楽しみだ。あと彼が従える専門家たちともね。彼はウエイトルームでかなりトレーニングするタイプではなく、柔軟性を重視している。僕もどちらかというともうウエイトルームにこもるタイプではないけど、柔軟性には注力しているんだ。彼と彼の専門家たちから何を吸収できるか、アイデアをやり取りしたいし、ラグアウトで通訳を介してたくさん話したいね、と興味津々の面持ちで話していました。そして代理人に山本由伸投手がどんな人か尋ねていたそうで、彼はとても自信を持っているそうだ。他の多くの日本人と同じく敬意に満ちていて勤勉、それでいて勝負所で動じない闘志を持っているって素晴らしいよね。両方を兼ね備えているなんて人間として最高だ。ワクワクしているよ、と新たに同僚となる山本由伸投手にすでに心躍っているようでした。そして2月スプリングトレーニング初日に山本由伸投手の投球を間近で見たグラスノー投手は、彼のメカニックは本当に興味深い、本当に流れるような投げ方だし、本当に彼の投げ方が好きだ、本当に体幹が強いんだと思う、身長が関係あるかわからないけど非常に効率的に投げることができている、メカニックに無駄がない、足の上げ方というより体重の比率配分だ、体重移動が本当にうまいということは運動神経も抜群だ、衝撃を受けた、いろいろな角度から見れるからクールだった、
破壊的な投球をするんだと絶賛。さらに全てのルーティンを見たわけではないが、逆立ちとかよくやっている。米国でも取り入れているトレーナーが増えてきているから、早くからそのトレーニングを始めていることはいいことだ。彼から興味深いことを学べる。ウェイトルームで彼のトレーニングを見たけど、とてもユニークで集中している。彼から学べることを楽しみにしていると興味津々のコメントを残していました。そしてシーズンが開幕すると、山本由伸投手が登板が終わり、2ベンチに帰ってくると背中をポンポンと叩くなど、弟のように可愛がっている様子がしばしカメラに収められてきました。そして今日の試合後、記者から山本由伸投手の圧巻のピッチングについて問われると、グラスノー投手は本当にいいピッチングだったね、1点もやれない試合展開で無失点に抑えたのはさすがとしか言いようがない、でも山本はもっとすごい投手だって僕は知ってるからね、これから楽しみにしててよと笑顔で語ったのです。グラスノー投手といえば、大谷翔平選手があの件で疑われていた時、最初から大谷翔平選手を信じていたと語っていたり、自身が登板した時に大谷翔平選手がホームランを打つたびに約束を守ってくれたと笑顔で語るあたり、そのキャラクターと人間性から今後もっと日本でファンが増えそうですね。そしてもちろんドジャースの先発陣を支えるその剛腕、注目していきたいと思います。ドジャースの最新成績、今日の試合接戦を制し勝利し4連勝、今季16勝11敗とし、最新のナ・リーグ西地区の順位はこのようになっています。今季10勝をメジャー全30球団最速で達成した時には同地区2位とは早くも3ゲーム差に開いており、早くも独走かと思われましたが、それ以降うまく投打の歯車が合ってないように見え、一時期は2位と 0.5 ゲーム差と首位陥落すら見える状況でしたが、大谷翔平選手のメジャー175号ホームランで目を覚まし、大勝してから4連勝といい流れに変わってきたのではないでしょうか。ドジャースがワールドシリーズを制覇した2020年以降のチーム成績はこのようになっており、勝率も確かにやや落ち込んでいることがわかりますが、ドジャースはそもそも毎年出だしが悪いことでも知られます。コロナ禍により短縮シーズンとなった2020年を除く2017年から2023年のドジャースのシーズン&4月成績はこのようになっており、こうしてみると今季もいつも通りの4月の成績になってきていることがわかるでしょう。ドジャースのチームとしてこれから夏に向けてギアを上げ、3年連続地区優勝、ポストシーズン進出12年連続を記録するには間違いないでしょう。そして最終目標は大谷翔平選手にとっても長年夢に見てきた、そしてドジャースにとっても4年ぶりとなるワールドシリーズ制覇です。さて明日からは敵地でブルージェイズとの3連戦が始まります。明日の試合開始は今日より3時間遅い日本時間8時7分からです。土曜日の朝、少し早起きして応援しましょう。なお明後日28日はブルージェイズ先発が菊池雄星投手、大谷翔平選手 VS 高校の先輩菊池雄星投手との日本人対決にも注目です。アメリカ時間で言えば4月の残り試合は5、4月、大谷翔平選手は一体どんな成績で終えるのか、月間 MVP なるかも注目していきたいと思います。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。